シンプル。レギュラー最終回平野氏要メンバーが仲良くなった流瀬角おもろいです。ね僕ら、5人。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キ n g ヌ・ジアンドプスの日本テレビ系の冠無理番組、キ n g ヌ・ジー・アンドプスル。キンプル。 土曜、後130が13日、レギュラー放送最終回を迎えた。番組は2021年5月に第1弾を放送し、昨年1月から初の冠レギュラー番組としてスタート。22日に平野市を、神宮寺ゆ太、岸ゆ太がグループを脱退することに伴い、 この日でレギュラー放送を終了し、20日に午後7時56分からゴールデン2時間スペシャルを放送する。この日の放送では、5人は白いタキシード姿でスタジオに登場。全66回の名場面と未公開場面を笑顔で振り返った。最後に、流瀬角は、個性が出てて、めちゃめちゃおもろいですね。僕ら5人って、と話し、平野は、何より、キンプル。 で、メンバー間の中が前よりも結構良くなったんじゃないのかなっていうのもあって感謝しかないと語った。次週の2時間 SP の予告が流れ、一泊二日の5人旅で平夜がリラックスした表情でデビュー曲、シンデレラガール、お口ずさむ様子や、5人だけの花火大会、歴史が一生忘れない思い出、とつぶやく場面などが紹介された。 平野、神宮寺は22日に、脱退とともにジャニーズ事務所を退除。騎士は今週に退除する。23日以降、ー・ n g p i n s は長瀬角、高橋山の二人体制で継続する。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。